どうもこんにちは、いくじがです。今日も栄冠をやっていきたいと思います。今日は2回戦からやっていきたいと思います。前回1回戦は1対0で見事な黄金リレーをやって勝ちました。今回2回戦どんな試合になっていくんでしょうか。早速やっていきましょう。板橋くん、原田くん、神戸、いやーちょっと微妙なメンツだな。原田くんでいきます。小田くんでもあります。今回こんな感じのオーダーでいきたいと思います。正解し、お待たせいたしました。2回戦白金高校対松江高校かな、やっていきたいと思います。2回戦でございます。決勝までどんな感じなんだろう。ここはそんなに総合戦力高くないやつ。総合戦力いいね、いい感じだね。ただでもちょっと縁が大きい気がする。見ていきましょう。はい、井上くん、まあ、左 G、 あ、ピッチャー強えな。嘘でしょ。ちょっと待て、 E にこの選手がいるわけない。はい、ちょっと一人バケモンがいますけど、一人バケモンがいる以外はみんな強いわ。はいはい、ピッチャーもまあまあみんな強いかな。そんな感じでございます。やっていきましょう。原田くん引っ張ろう。原田くんはもうホームランしか期待してないから、俺そんなね、タンダなんか気にしない。ホームランさえ打ってくれればいいんだよ。3点取った、いいね。見ていきましょう。誰が取った。ギータじゃないなと。この神原くん、黒田が出て、寺岡がホームラン打った。ようやく打った。すげえぜ寺岡、さすが。よし、原田くんも続こう。ホームラン打とう。今回空中戦にしようぜ。いけ。ちょっと俺のサムネが困るから誰か打ってくれ。いけ。あーお、2点取られました。やばいな。で、板橋くんです。板橋くん遅れる？遅れないな。引っ張りだな。オッケー、抜けるこれ。ナイス、いいね。帰ってこれないよね。満塁でいきましょう。満塁で誰ですか。次誰ですか。杉村くん、ここ引っ張ります。いけ杉村くん。ムーの罰が外れた。うちらは強いよ。これは二刀流杉村、すげえ。杉村二刀流、これ大谷二世やん。お主もしや大谷翔平だな。右打ちだけどね。原田くんが打てないな。ホームラン打ってほしいんだけどな俺は。よし、ノーアウト1、2塁か。よし、ここ絶対打たれない方法いきます。ストライクを取れ。ほら打たれてないでしょ。オッケー、とりあえず三塁封殺。なんか今回ストライクを取れを1球ぐらい使うのは割と強い気がする。で、内角か外をやって、最後に臭いとこ、これで三振取るから見ててね。いきます。はい、ほらやばい、俺打たれない方法見つかったかもしんねえ。はい、ストライクを取れ。で、外でしょ。外でやった後にもう一遍いきます。みんな三振です。これ臭いところ、あれ、まあでも打たれてないからセーフじゃない。いいんじゃないこれ。みんなこれ使ってね。打たせて取れ、ストライクを取れ。はい、で、なんか適当にやった後に最後は臭いとこフィニッシュ。あ、臭いとこフィニッシュ。ほら打たれねえぞみんな。ほら、ワクワクすっぞ。なんかあれかな、やっぱいつの栄冠ナインもそうだけど、一気一気変えていくのは少し強いのかもしれんね。オッケー。なんかボール球になっちゃった場合はもう仕方がない、諦めるしかない。そしたらいきます。お、1点取った。コールドチャンスだ。もうよし、コールドしようぜ。いけ、センター返し。これは落ちないかな。ここからはコールドチャンスです。いきます。急成長を使って流し打ちが6か。流し打ち6は6使うしかない。いきます。いけ、疲れたぞ。叩け、叩け。6を見せてくれ、6の実力を。オッケー、これは抜ける、抜けたー。ナイス、いいね、素晴らしい。もうコールド勝ちしてもいい。負けるぐらいならコールド勝ちしたい。で、俊介選手、才能開花か。才能開花やりましょう。才能開花して、あ、6か、引っ張るか。プリヒで、これで勝っちゃう。オッケー、ナイス。もうこれアウトになってもいいし、点取ってもいいし、コールド勝ちしてもいいし、点取られてもいいし、なんかいい感じだね。心にゆとりを持っていきましょう。これ6走れる気がするかもしれない。いきます、6の走り。来た、盗塁6。盗塁6最強だわ。いきます。で、神原君ここ引っ張ります。おお、守備うまいね。サード、あれか、敵のチームでめちゃくちゃ化け物がいたところか。黄色い線使って神戸下げます。中井君できます。世界に一つだけの中井、流し打ちできます。いけ、中井君いけ。ホームランでいいよ。まあ中井くんところに菊池くん出しましょう。守備ピッチャー変えようか。
俺がスカウトした池谷くんから来ます。池谷くんは最高の決め球を持っております。フォークです。フォークボーラーです。打たせて取れで、最後臭いとこフィニッシュだな。臭いとこ続けるのどうだろう。オッケーナイス。ゲッツーは取れない。逆に取れない方が良かったかもしれん。ピッチャー変えまーす。山来た。今来た。低めでいきますか。普通に低めオンリーでいきましょう。最悪点取られてもオッケー。オッケー。高野くん取れる。ナイス。よし、あたおかくんからいきましょう。今日ホームラン打ってる寺岡くんです。流しますか。あえて。強振で。いきます。いけ。オッケー。これ入った。ナイスー。かっけ。みんな見た。寺岡くん右手上げて走ってたよ。やば、超かっこいいんだけど。寺岡です。お、君たち、密です、それ。密だよ。いいね。いい感じでございました。ありがとうございました。やばい。俺のチーム超強え。いけるわ、このまま。寺岡くんデーだね、今日は。素晴らしかった。誰かなんかいい得のつかない。そんな感じでございましたよ。また次回動画でお会いしましょう。またね。